どうしてこんなにだって
回ね、ワンマン用に衣装を用意していただきまして、ありがとう、新衣装でございます。すごいボリューム。そうなの、回るとすごいラッピングしてもらって、そうなの、今までの衣装の生地を使ってもらってね、すごい過去最大のボリュームなんですけど、エモいんだよ。まだライブしてなかったから、もう、うん、ジャンプした瞬間に重みですごい下がってきて、でこっち側みんなちょっとハラハラしたよね、ずっとこれやって今日は重みにね負けじと頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。戦うところが気をつけるわ一応大丈夫、フリフリのパンツ履いてるから見せていいやつ、ね、大丈夫、見せていいやつだからね、うん、大丈夫ですので安心してください今日はですね、アルバムホリデーズ・オブ・ガールズのリリース記念ワンマン、3ヶ月待たしちゃったけど、うん、開催することができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ほんと3ヶ月ってまあまあよ。4月29日に、ね、発売予定で、ここでね、うん、ワンマンと今日昼やった対話ライブする予定だったんですけど、ほ、うんとギリギリ無理だったよね、確か。そう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 、ね、粘ったけどやっぱり開催延期にしようってなって、ね、でもね、やっぱ安全にできるのが一番いいので、こうやってね、来れなくなっちゃった人には本当申し訳ないんで、今日一応ね、撮影もしてもらっております。配信はできなかったんですが、ありがとう、見てくれてるかな、ね、未来スカートチームがまた撮影してくれてますよ。本当ですよ、マリちゃん撮ってるね、こっそりだね、あれ言ってない感じだったけど、すごいね、マリちゃんってオーラ消せるからね。マリちゃんオーラ消してるから、あんまみんな見ちゃダメ、今日はマリちゃん、ね、マリちゃん徹してくれてるんだから。で、今日はですね、本当延期になっちゃったんですけど、うん、こんなにね、来てくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。でも安心して大阪ミューズさんがしっかりね、対策もしてくれて、検温もあったし、みんな立ち位置があるのでね、まあ、みんなもう言わんくてもやってくれる、もう利口な皆さんなんですけど、しっかりみんなの安全のためにもね、ルール守ってマスクしてもらって、声は出さずに、手拍子だったり横入れだったり小踊りで最後まで楽しんでいてください。よろしくお願いします。そして心さん、今日、本日33歳のお誕生日でございます。ありがとうございます。ありがとう。いやー、ほんと嬉しいね、こんなみんなにね、イラってもらう、イラってだってイラってもらう怒られてるみたいになっちゃった。祝ってもらえることもね、なかなかないと思うんですけど、そのワンマンの延期ってなって、まさか自分の誕生日の日に一緒にできると思ってなかったので、なんか、なんだろうな、勝手にだけど幸せな気持ちがバレそう、逆にラッキーだよね。そう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 、やったーってなったんでね、うん、思う存分楽しんで帰りたいなと思ってます。よろしくお願いします。心さん、ほんとワンマンライブとかバンドでのライブ大好きだから、今日はワンマンでもあるし、心さんの誕生日もみんなでねお祝いして楽しめたらなと思っているので、最後までどうぞよろしくお願いします。で、今日はですね、まあ、3ヶ月経っちゃったんですけど、はい、アルバムホリデーズ・オブ・ガールズのリリース記念ワンマンということで、はい、アルバムの曲を今日はね、たっぷりお届けしたいなと思っております。はい、で、もともと4月にやった時は、うん、新曲を逆に発売日だったので、そう2曲聴かせず、ライブではそう、CD を持って帰って初めて聴けるっていうね、ドキドキを味わってほしかったので、披露しない予定だったんですけど、今日はそんな、はい、未発表の新曲を歌います。気が気じゃない早めに終わらす大丈夫、楽しくね、楽しくやろうね、はい、楽しく、みんなもだから発売して3ヶ月経ってるから、どんな感じで歌うんだろうって、多分思ったよ、やっぱね、聴いてるのとね、想像してると思うんですが、まず1曲目、私が作詞をしました、はい、ローグッバイをね、うん、歌いたいなと思います。ゼロロックさんがね、作ってくださいました。新曲披露歌、緊張するね。じゃあ今日はね、アルバムの中からたっぷりお届けしたいと思います、はい、じゃあ初披露の新曲を聴いてください。ハローグッバイ。
失礼。今日も眠れないんだっていざない。No.
でラッチョはどこへ、年上割り勘で移りもらえなくても構わない、なぜなら今は君と芝居を一人で挟んでどこでもあった、あいつだるとずっと芝居したので、はい、みんなでライブで踊れる曲になったらいいなと思っております。よろしくお願いします。本当に今日嬉しかったのがさ、はい、お昼も仲良しのアイドルがみんな出てくれてね、最近は後輩もできて三毛猫ガールズがバックダンサーしてくれたりとか、前のリリースイベントもここ大阪水でしたんですよ、シングルの時に。その時もみんなが集まってくれて、その時は後輩出来たてだったんですけど、なんか今こんな時期でね、こんなライブとかもなかなかできないんだけど、こうやってちょっと本当運良かったよね。ちょっと遅れたりちょっと前だったらできなかったりもしたから、まあ3ヶ月は待ったんですけど、ちょっと違う形にはなっちゃったけど、開催できて本当に改めて今日またリリースできたなって思います、はい、本当に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。で今日は心さんの誕生日でもありますし、はい、リリース記念でもあります。改めておめでとうございます。ありがとうございます。でお互いアルバムの中の歌詞とかもね、書いておりまして、で今日は曲を作ってくれたバンドの皆さんがバックバンドもしてくれて、はい、イエハピバンドもビッグキャットぶりに、集まりますので、後半戦はねバンドで楽しんでもらいたいなと思っております、はい、半分でまた分かれるから一応なんていうの時間ね、半分でラストスパートなので前半ラストスパートバンドメンバーかと思って、バンドメンバーが半分でここでどういうことなんだろう、こっからこっちはさやかさんチームみたいな、どういうこと。なんか一回ツアーの時にさ大阪ミューズでさ、なんかラブ&ピースをみんなで歌うってなって、じゃあこっから半分はさやかさんチームって言ったら、ここのギリギリにいた心さんファンがめっちゃこうやって言ったのめっちゃ覚えたわ。 今すごい思い出した思い出しちゃったいいや、あなたはこっちでしたってその瞬間が見えたよね。いや、ピンク着てるけど一生懸命こうやってちょっとずつ動いてさ。でもさ、普通というか普通って言ったらあれだけど、あ、私だったらあーってなるけど、さえちゃんもここから、おいおいおい、動きました、ね、今動きましたね、あとはこっちですよっていうさ、あれツアーだったかな、そんなも思い出すけど面白かったね。ワンマンじゃないとこういうのできないしさ、はい、そう来てくれてすごい待ってくれてたみんなもさ、もちろんずっと応援してくれてる人もいれば、うん、最近してくれたとか、ね、自粛中に本当に活動ができなくて全然ライブが、通販とかをね頑張るしかなかったの、ね、最初去年って何したらいいか分かんないから、うん、でも遠方の人たちがさ通販買ってメッセージくれてさ、ちょっとでも活動の足しになればみたいな、本当に直接的なね応援をしてくれたんですけど、粘ってきてよかったね。本
本当だよね。 それはなんかもうみんなアイドルみんなに言えるけどさ、うん、やっぱこうその通販を通してみんなに支えてもらって、うん、でこうやってライブに出た時にさ、嬉しい、あ、ね、来てくれたんやとかさ、嬉しいなと思う、うん、あのだからまだまだどうなるか分かんないけど、あの頑張っていきますのであのその時に合った応援スタイルでね、はい、あの応援してくれたら嬉しいです。本当にね長年やってるけどいつも感謝してます。うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。どっか行った？どっか大丈夫だと思う。今日いっぱいあの自分たちに装飾してるから、そうそう、もう何が何だか分かってないけど大丈夫です、はい、じゃあここから次はですね心さんの誕生日なんで、はい、心さんの歌詞を書いたこの曲を歌いたいなと思います、はい、じゃあ心さんタイトル言ってくれますか。はい、はい、それでは聴いてください。ベストフレンド。
取り掛かりますので、みんなもちょっと待っててね。ありがとう。待っててね。ありがとう。ありがとう。行ってきます。行ってきます。ありがとう。